戻れない。最初から裏切るつもりで。コアになるつもりなのか。なぜだ。守ってくれた。なのに今度は危険にさらすつもりか。でかい罰印、これぞ芸術だ。切り込み隊長に危険はつきものだな。少なくとも最後まで戦った。彼がいなかったら安定化装置を再起動できなかった。俺は忠告したぞ、サイクス。成功してるといいが。殺したくなかったが、どうすることもできなかった。
ユキコ、この恩は決して忘れない。今頃、死神に説教でもしてるだろう。リラックスして。どうされました？お手伝いできるのはこれが最後でしょう。終わりが近づいている。あんたはずっとそばにいてくれた。前回もあなたが思うより長くそばにいたわ。どういうことだ？あんたは一体。私は私、これまでもこれからも内なる強さが必要な時そばにいる。今が一番私が必要な時。全て終わったら。全て終わった時はもう私は必要ない。全部解決するからか、それとも俺が死ぬから。どちらにしてもよ。さあ準備を始めましょう。マイラ、そうだろ？セバスチャン。なぜ俺と戦おうとする？あなたにはわからないわ。これは新しい家よ。リリーはきっと安全で幸せ。恐怖もなく痛みもない。それは違う、偽物だ。痛みは現実の一部、愛もそうだ。ここにいても恐怖が消えるわけじゃない。リリーは生きてないのと同じだ。あなたは分かってない。あの子がどんな目にあったか。私ならあの子を守れるわ。マイラ、頼む、リリーをここから連れ出そう。一緒に帰るんだ。また一緒に暮らそう。やめて、リリーは誰にも渡さない。やめろ、頼むマイラ、まだ時間はある、行こう。リリーを置いていけない。奪おうとするものを生かしておかない。こんなことさせるな。
はさせない。やめろ、マイラ、自分を取り戻してくれ。俺は君にこんなことしたくない。マイラ、こんなこと望んでない。
マイラ、マイラ、頼む。すまない。こんなことになって。いいの。私が制御できなかっただけ。あなたは正しいことをした。あなたが無事で嬉しいわ。生きて、リリーをお願い。ここから出してあげて。みんなでここから出るんだ。行こう。遠すぎる。いいの。リリーだけ連れてって。私はいいわ。いや、二度と一人にしない。そうするしかない。行って。私も行く。後で会いましょう。リリーにはあなたが必要よ。お願い、急いで。家へ行くんだ。